こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ、前回ね、先月の末ぐらいだったですかね、生活保護を受けてらっしゃる方がお弁当を作って、そのお弁当を作ったお弁当を近所の方に、販売することによって8万7500円でしたかね、4月は売り上げが達成しましたということでございました。完全注文生産で料金前払いで、その前払いいただいたお金で原材料を買ってきて、でお弁当を作って渡してあげるっていう、とてもよくできた仕組みだと思いますし、まあ、こういう仕組みをもってしてもね、売れる売れないを分けるのは結局その人自身の人柄なんですよね。この人から物を買おう、この人から食品を買おう、この人からお弁当を買おうって相当な信頼関係がなければできないと思うんですよ。とは言ってもこの方もですね、そんなに近所の人気者だったわけではありません。このお弁当を売るんだって決めた時から積極的に人に挨拶するようになったりね、お名前を覚えるようになっていって、いわゆる営業をかけていったんですよね。そうやって知った仲になるってこと、そして話しやすい人になるってこと、でどんな仕事をしてるのかなっていうふうに興味を持っていただくようにことを運んでいくこと、そういうことが全て今回ね折り重なって、少しずつ売り上げを上げていって、半年後に8万7500円というものができたんだと思います。で5月もね、売り上げの見通しをいただいて、一応ですね、先月の売り上げを超えたそうです。おめでとうございます。まあ、今回ねゴールデンウィークっていうのもあったりとか、巣ごもり需要ですか、そういうのもあったり、オードブルって新しいね3000の商品を打ち込んだこともあって、売り上げがね前半に偏ったってことは、まあご本人さんも自覚されているし、私もそういう評価をさせていただきましたね、先ほどね。いやでもね、素晴らしいのは、やってるってことなんですよ。でこういう話をずっと、このね生活保護の方がこうやって売り上げを出してますよとか、こうやって自分の生活を変えるために自分の仕事を持ち出しましたってことも話で半年になると思います。何人かの例を紹介しましたけども、それをただ見てるだけでそんな人もいるのねっていう人もいるんですよ。大半がそうじゃないかなと思います。そしてですね、やっぱこうそれに触発されて何かやってみようって思って行動している人もいると思うんですよ。あと3種類目の人がもしいるとしたらちょっと寂しいなって言うんですけども、生活保護の人ね、生活保護の人だからできるんだよ、その人だからできるんだよと、誰にでもできるような方法じゃないよっていうふうにすぐにね、そういうふうになっちゃうことなんですよ。いやそんなことはないと、前回前々回もお話しましたけども、もしね才能と努力があるとするとですね、私は努力によって何かをつかむっていうのは結構ね自己評価の高い自分を美化しすぎの方法ではないかなと思うんですよ、考え方ではないかなと思うんですよ。というのが、自分には才能もありません、何もありません、人脈もありません、努力だけでここまでやってきましたっていうのを自分の力で全部やりましたみたいにちょっと聞こえちゃうんですよ。で逆にですね、いや私はほとんど何もやんないし、努力という努力ほどのこともしてないんだけども、まあ才能がもともとあったのかもしれない、運が良かったんですね、運がいいって言い方が一番いいかもしれないですね。でも全ては私が生まれ持った親からもらった才能っていうすごくいいプレゼントに基づいてできたんです。おかげさまでありがとうございますの方がなんか謙虚な気がするんですよね。ただ才能があるっていうと高慢に受け取られがちなんですよ、なぜか。いや努力してもぎ取ったっていう方がね、達成したっていう方が結構高慢なんじゃないかなって考え方もあったりするんですけども、この生活保護で8万円でね稼いでる人っていうのは、お料理が好きとか自分が作ったお弁当食べてもらって美味しいって感じてもらうことが好きっていう天性のいわゆる才能があったのかなと思うんですよね。だからどんなに生活苦しくってもお弁当は自分で作っていたっていうふうな一言があったんですよ。でそこにその一言に私はね目をつけて、じゃあお弁当売っていきましょうよ、売れますよ、だってこれお弁当って、絶対必要ですよね。で近所にお弁当を全く食べない人だらけですか、そんなことないですよね、売れますよ。コンビニ弁当もいいけれども、コンビニ弁当はある一定の期間は同じのしかないんで、やっぱりね飽きちゃうかもしれないし、あと量にも問題があったりとかね、なんかそうじゃないと、やっぱり自分のかゆい手の届くこんなお弁当があったらいいなってものがすぐ反映させられるのは個人の弁当メーカーじゃないかなとかね、そんな話をなんかその方とはしてたような気がしますね。で将来的にはなんか会社になんか仕出しをしてみたいとかね、そんな形にもなってきたかなと思いますね。今でもそんなような感じじゃないですかね。なんか5人ぐらいの工場みたいなところに最初1人お弁当を買ってくれる人がいて、
その弁当見て他の人も買ってくれるようになって、まあ、今やね5人全員が自分のところからお弁当を持って行ってくれてるみたいなことを言ってましたからね、うん、いいじゃないですかね、なかなかね。はい、ということでね、生活保護でもちゃんと稼げるというシリーズでした。もうレポート後からもうこれ以上はいらないですよっていうふうに申し上げておきましたね。あんまりやりすぎるとね、やっぱ都合の悪いことも起きてくると思うんですよ。まあ、生活保護の方が副収入を得てるってことで、そこはお察しいただければと思います。私もね、そういうことを知ったら黙っていることができなくなっちゃうかもしれないので、深くは聞かなかったということでございます。どういう支払い方法を取ってるのかね、どういうふうに申告しているのか、それは私は知りません。聞いてないんで、言わないでくださいと言いました。私はあらかじめあとは皆さんのご想像でございます。それでは失礼します。